ね。まさかロイドさんが棄権するなんて。カナも結果的に勝ち上がったけど、ロイドさんに全然歯が立たなかった。つまり、今の私たちと隊長、元隊長との力量差はこれだけあるってことなのよね。メリアちゃんはどう思う？自分は使うなって言ったのに、最後使おうとしてましたね、あのおバカ。そういえばそうね、忘れてたのかしらね。でもメリアちゃん、次元使用時だけ恩恵が無効化するなら、その時はカナが恩恵を次元で作り出した状態で戦わせるってことはできないの。できますが、今のカナがそれができるかどうか。今までは空間を作って、その自分の作った空間内に恩恵とかを自由に当てはめてただけ。だけど試合で使うなら空間だけを消して、恩恵だけを残す。せっかちゃんにもわかりやすく言うと、対戦モードでゲームステージを作るときにルールを決めるでしょ。ステージが空間で、ルールという名の恩恵をはめるとします。スマッシュシスターズみたいなものね。それでカナが大会で次元を使うには、ストーリーモードに、対戦モードで作ったルールを適用させてあげないといけないんです。あまり需要のないチートね。つまり、カナにそのチートを教えないといけないってことですね。今日と明日で。まあ、とりあえずカナは後で説教ですね。お前、カナ。次私の試合なのに誰も来てくれない。仕方ないよ。主様はカナちゃんの様子を見てくれてるんだから。でも兄ちゃんはいてくれるんだね。私は治療が終われば暇だからね。仕方ない、兄ちゃん、ちょっとお願いがあるんだけどいいかな。私ができることなら。さて、次はソフィアか。ソフィアはそこまで心配してないんだよな。でも異質異能はメリアちゃんから禁止されてなかった。まあ、あれ使ったらどんな反動が来るかわからないからね。突然ワープして、場外危険なんてシャレにならないしね。確かに、となると今ソフィアちゃんが使えるのは不可能支配だけか。あれも規格外な能力だから大丈夫。能力以外何もできないソフィアにぴったり。否定はできないね。あとは頭がいいくらいか。そういえば相手の人もすごく賢そうな人だったよね。父さんの隊の副隊長なんでしょ。そうだね。情報が大会で一切出てないってメリアが嘆いてたよ。どれくらいできるか楽しみだね。とうとう愛知町で俺の国宝レベルのマッスルを壊しに来た。うまいよ。失礼だな。じゃあ背のメガネはなんだ。普通に目が見えてるぞ。発砲からもらったんだよ。いいでしょう。ああ、ちょっとつくよみ隊長とロイド艦長には少し自重してほしいっすね。取られるわ。決着ギリギリで棄権したりとか、たった3試合しか司会してないのにめちゃくちゃっす。安心して、次は実況すらさせてくれないっていう司会者泣かせ野郎が試合だから。まあ、私も復帰したし、礼では帰っていいよ。司会ありがとう。あ、一つ聞いていいっすか。ジュルジュ副隊長ってもともと副隊長で一番強かったって本当っすか。うん、本当だね。何せ、次の隊長候補は私とジュルジュだし。何せ、能力の相性で私が最強って話になったけど、全体的に見ればジュルジュの方が全然強いよ。そうなんすね。まあ、彼は隠し事が大好きだからね。一体どれだけ隠し事してるのだか。あと数分か。冷静ね、ジュルジュ。リオ様。私が隊長を辞任して以来ね、特にあなたを使う用事もなかったからあれだけど。そういえばまだ副隊長なのね。てっきり私が辞任した後隊長に就任するかと思ったわ。それも考えましたが、指揮隊長が来ると分かって辞めました。そう、それで今回はどこまで本気で戦うの？正直、毎年副隊長はベスト16か8に入っておかないといけないという暗黙のルールがあったからとりあえずそこまでは勝ち進んでましたが、今回はすでに3人の副隊長が敗退、立花も指揮隊長に負けるから、4人が1回戦、予選敗退。ってことはあなたは勝つ気はないと？この大会で結果を残すメリットがありませんからね。たとえ、隊長たちを倒して結果を残してもそれだけの情報を世界に漏洩させることになる。結果のためにその後の活動で不利になりたくないです。真面目ね。なら私からこの試合のアドバイスをあげるわ。あれを使え、相手の情報が欲しい。アドバイスをくれるのでは？あいつはお前が思っている以上に危険だ。本当なら殺しておきたい。物騒な話だ。検討はする。だが期待はしないでください。相変わらず扱いにくい。リオ様ももうそろそろ戻った方がいい。試合が始まりますので。ふん、期待しているぞジョルジュ。リオか、わざわざ部下思いなことだ。次はファルドラ隊長か、何の用です？ん、ないけど。僕はスタンバイに来ただけ、早くジョルジュも準備しな。そうですね、失礼します。あの二人、怪しいな。大変長らくお待たせしました。続いて1回戦第7試合を始めます。これでいい？いいよ、ありがとう。次は別の誰かに頼むよ。素直に下手くそって言えばいいじゃん。さあってちょっと頑張ってこようかな。せめてフォローしてから言って。最初に出てきたのはソフィア選手。予選では異例中の異例。なんと予選中に容量を作り、盾出すという偉業を成し遂げ本戦に出場。だが、そこまでしても無傷で予選を勝ち上がった実力は本物。初出場でどこまで戦えるか、楽しみですね。
チョルジュ副隊長かわいそうに、ボロ雑巾のようにされるわよ。ソフィアに関してはアラン隊長でも手がつけられなかったほどのジャジャ馬、そう簡単には抑えられませんね。よって肉塊になる未来しか見えませんね。反対側から出てきたのはジョルジュ選手。この人の試合はとりあえず観客に試合を見せないというエンターテインメントを全力無視したスタイル。どうせ今回も見せてくれないんでしょ。いいもん、機械下がってちょっと人気のラーメン屋に並んでくるもん。ジョルジュ選手の実況は全部ラーメンの実況するもん。バーカバーカ。え、まだ例での実況でよかったものを。それでは両者で揃ったということで第7試合を始めたいと思います。試合開始。悪いけどそっちの土俵にわざわざ入る気はないよ。可能支配モーションキル反射した。やっとダウンさせないよ。モーションキル厄介だな。いいぞいいぞ、いけー。そのままシャットダウン使わせるな。この機械車の風の眼鏡をそのまま戦わせろ。全員ね、好き放題嫌がって。うん、メリアの言う通り、物理機械だね。物理学を使った能力、つまりシャットダウンは光量を操って空間にある光を全てなくした状態に通話だってことだね。さっきの私の攻撃を反射したのは物体の運動量、波動による衝撃量を操作してそれをそのまま反射したって感じだと思うし、なら考えなしに技使っても意味がないってことか。面倒だな。とりあえず情報経路を立たなければ勝負ができない。そんな割の合わないことをしてたのにか。やっとダウン光物理学を使ってると分かれば大したことはないよ。別の計算式を瞬時に入れ替えてあげればいいんだから。本来は不可能でも私の可能支配はそれを可能にするよ。あれ本当にずるいんだよな。ソフィアだからできる芸当ですよ。あれで相手の能力まで貫通してしまうどころか、場合によっては相手の能力で自分に有利な効果を得ようともしますからね。モーションキル、オーバーライド、無防備の極意、技術変換。この4つの技しか持っていませんか。それだけでモンスターとも足も出ませんからね。理不尽だよ、ズルだよ、チンコだよ、まったく。あなたの効果はしたものではないですけどね。俺の能力効果を上書きしたというのか、でたらめだ。間違いない、相手は今大会、それどころか、この土地で最強の能力者だ。能力に関する力の格が違う。やっぱりちょっと炭酸は苦手ですね。そういえばメリア、主様も最初から勉学を始めたのか。いえ、ご主人は勉学以前に女性に慣れてもらう必要があったので、私とご主人だけの特別な訓練をしていました。え、それは猥談ではないだろうな。いえいえ、戦闘で最も大事なことなので、真面目な話ですよ。本気で言ってるの、メリア。はい、まずはご主人には女体に触れることを慣れてもらいます。まず、女性の胸部分には急所があります。戦闘でわざわざそこを狙わない理由がありません。なので、ご主人には戦闘中は女性の胸をただの肉の塊と認識できるまで、私と組手をしてもらいます。それは無茶だろ、メリア。もちろん、戦闘以外では優しくデリケートに扱ってください。昨日寝ぼけて私の胸をゴッドハンドされた時はさすがに悲鳴が出そうになりましたよ。正直、かなり痛かったです。それは勝手に入ってくるメリアが悪い、自業自得だ。もしかしてそれをみんなと一緒にやれって。いえ、私だけです。カナとソフィアには荷が重いですし、せっかちゃんと白はそもそも。やめて、言いたいことは分かったから。おかげで多少は慣れてくれましたけど、他人となるとまだ不安が残りますね。主様もとんでもない修行をやらされたもんだな。同情するよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。